はい、どうも、はじまきょうしろうです。タイトル続けます。はじま革命と、なんだ、はじま革命悔しい話、なんだっけ、革命宣言、まあ、いつも言わないこと言ったんで、なんでこの1分54秒、あ、これはあれだ、辞めると思った、辞めると思ったが、再開するらしいよ。すごい、ね、バチン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 って。まあね、一応公開します。いや、まあ、はじま革命宣言。まあ、はじま革命ですよね。はじま革命、悔しい話に、要するにただの嫉妬、需要のあるやつになりたいと。まあ、最近あったことで、悔しかったからね。まあ、要するにただの嫉妬なんですよ。でもね、やっぱ人間なんで嫉妬すると。いいよなと。具体名は言わないけど。ね、だから俺もなんかね、言いたいことはね、成瀬さんと、奈良さんがね、もっとね、お近づきになりたいんで、もう頑張って人気になるしかないと。人気になって嫌でもね、まあなんか、嫌でも連絡し、なんかね、そこそこの距離になるわけじゃん。面白いだけじゃダメなんだと。うん、人気が、面白いだけじゃダメって言うからといって、面白い以外を身につけるんじゃなくて、人気があって面白くなればいいんだと。そういう話ですよ。やっぱり僕はね、もうムカついたんでね。いろいろ。でもね、成瀬さんとその、なんつうんだ、関係を断つとかそういうことじゃなくて、まあ、もともと関係もあってないような、もう視聴者のようなね、関係だったんですけど、やっぱ自分の、あの、世界に専念したい。ということで、ということでね、やっていくっていう宣言なんで、まあ、没頭ってやつですよ。まあ、これからも、まあ、見てくれてる方はね、よろしくお願いします。これからもうちょっと尖っていくと思います。言いたいこと言うとか、ムカついたら、動画にします。コメントとかね。これよりももっと、ダメな部分が出てくると思います。それでも見てくれる方はね、
お願いします。いやこうお願いしますっていうのはね、グッドボタンお願いしますっていう意味なのかもしれませんが、いやでもね、まあ、また話しちゃいますけどね、いや悔しいんですよね。もう悔しくてしょうがない。あんだけ俺成瀬さんとね、そこまでいけたと思ったけど、やっぱあんま LINE 返してくれないしみたいな感じで、まあいいやと、俺必要とされてない、じゃあ必要とされるように頑張ろうと。でも俺の今ってね、あの自分で言うのもなんですけど、俺今面白いんですよ、むちゃくちゃ。じゃむちゃくちゃ面白いのに相手されないってどういうことって話。まあ LINE はつまんないよ、俺が出す LINE はね、あのクソつまんないんだけど、面白い LINE も出せるようにっていうのはおかしいな。面白くたってねダメだと思うんだよ。まあ今ね、LINE の名前はね、あの百姓ルーレッター熱帯黙らっしゃいウリンっていう名前でね、ちょっとほんとね、意味わからんというね、面白さをね生み出してるわけですね。悔しいと俺は。面白いやつになってやるよ、ね、1円玉をねトップガンにしよう。よいしょ、ハミングはロシアで、1円玉って、まあそういうことですよ。ムカついたね、俺はやっぱね、イライラしようと。で最近河本ひろとさんに感化されて、もうイライラしようと。イライラするのはしょうがないから、イライラしたんで、イライラしたい矛先が見つかっただけです、はっきり言って。俺もすごい今むちゃくちゃイライラしてるんで、腹立つんでね、俺が人気じゃないことが。ふざけんなよって。だって今 YouTube で人気のやつってあの9割つまんないじゃん。面白い YouTuber 誰だろうな。 C で言うならヘキトラハウス、東海オンエア、水溜りボンドとか、まあ、パオパオチャンネルも俺結構面白い方だと思うけど、まあ、なんだろうな、パオパオチャンネル自体が面白いんじゃなくて、パオパオチャンネル意外に面白いなってところでね。あ、木崎 A じゃもうやばい、地獄だからな。あ、爆裂レイリオだ。なんだ、何島袋って誰や。また寄生虫か。コバンザメだね。寄生虫は言い過ぎだな。コバンザメだね。寄生虫って悪いことするじゃん。乗っ取ろうとするじゃん、寄生虫は。コバンザメだね。まあ。今、強いて言って4人か。俺が面白いと思うのはね、だってあれじゃん。ボンボン TV のね。いや、ボンボン TV のね、俺は、あっちのね、違う方を見てるんですよ。普通、種ではない方を見てるんですけど。あのヤンキーの芸とかクソつまんないからな、あれ。やばいよな。大抵 YouTuber つまんないからね。まあ、愚痴同大になっちゃうけど、なんかね、成瀬さんがキーに入りたいよな、とか言って、いや、あんたキー蹴ったんじゃないんかいってね。ね。キーあの人蹴ったはずなんですけどね。なのにキーに入りたいな、とか言って。まあ気持ちが変わることっていうのはあるんでね。頼人さん何で炎上してんの。でも悔しいよな。だってみんなさ、何ヶ月とかでさ、すごい1万万以上の数字いってんだよ。金子屋さんのでも2ヶ月3ヶ月で15万人。成瀬だってもうまあ2万人くらい行ってたしね。行ったことは事実だからすげえなと思って、悔しいんすわ。ゆなチャンネルだって1週間で10万人行ってたじゃん、昔は。悔しすぎなの。だから、俺はこれからも、自分の始まとしての活動をね、頑張っていこうと。で、人気になってね、しょうもない YouTube 全員ね、YouTube 的に殺します。はい、その、なんだろうな、物理的に殺すわけじゃなくて、廃業っていうかね、面白さで、ピューってやるんで、面白ビームで。ちょ、腕がね、なんか普通のへの音出ないよね。まあ、へに、学生、へぇ、くせぇ、へぇ、くせぇ、へぇ、
いやまあ悪口ですね。まあ成瀬さんはっきり言いたいけど、やっぱはっきり言ったらね、でも違うんですよ。なんか YouTube ってぶっ飛んでる人がいなくてね、なんかわあこれから伸びそうで、もう伸びてるんですけど、伸びそうで来そうだなって人、成瀬さんしかいないんですよ。それくらいやばいんですよ。俺のね、すごい俺ナルシストすぎるんで、今 YouTube の面白ヒエラルキーがね、まあ、今頂点ナルセさんなんですよ。で、俺どこ？はい、ピラミッドありますよね。ビビ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 のここら辺です。ここら辺です。俺腕いっぱい、というかもうね、もうやっちゃうよ。ここでしょ。ビビ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 ビここドマでね、ドマっていうのか分かんないけど、俺はここドマと呼ぼう。俺いつも喋るときね、リハーサルするんですよ。まあ、リーサルウェポンですね。リーサルするんですよ。リーサルする、暑いな。まあ、リーサルしたときにもね、いや俺が一番面白いですからねって言ってる瞬間が一番面白くないよなっていう。悲しいよねそれね。俺面白いからって言ってる瞬間すごいつまんないよね。なんでだろうな、悲しくなるよな。悲しくなっちゃうな。うわ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 う未来の方、これでね、僕の、ね、DNA をね、見てください。髪の毛、あれ、髪の毛、あ、髪の毛。髪の毛。髪の毛ね、はい。僕ピント合わないで。はいはい、はい。あ、汚いなぁ。なんだよ、まじまじと髪の毛を見せるって。ドヒーヒドハーハドヒーヒドハーハドヒー。でも俺は面白いんだよ。でも今人気が追いついてないだけ。ぶっちゃけ今の面白さでチャンネル登録者数 2K、 ごめんなさい 2K です。いや嘘嘘ね、無限不可説不可説点かける無限不可説不可説点かける無限不可説不可説点かける無限不可説不可説点人くらいですよ。本当に本当にそれくらいだよね。おにょ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 おにょにょ好きだからおにょにょに変わる。あべべ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 。まあね、あれだ。まあね、あれだ。ちょっと待ってくれ。企画。汚い肘を見せてゆくスタイル。はい。企画どれやったっけな。あれ、鼻くそジリホジンジンジリホジンジンやったっけな。一応企画10個。使い終わったら、ネタ10個また考えよう。それいいね。10個考えた企画全部やってから10個考えるっていう、もうねマイペース すげえ人って。はっ、ツイッター雑談やりました。本読んでみてやってねえな。鼻くそじりじんじりほじんじんほんじりほじんじんほん鼻くそじりほじんじんほんほんじりほじんじんほんほん鼻くそじりほじんじんほんほんじりほじんじんほんじりほじん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 ほんじんじんほんほんじりんじりんほん。じゃ、鼻くそって調べるか。タイトルをね、すごい強く鼻くそをほじりほじりしてあげるか。長いなタイトル。なすげえ定評が一個ついてんだけど、誰だよ誰だよ、ぶっ殺すぞって言いそうになったけど、今の YouTube ぶっ殺すぞって言うとね、
懲罰がねすごいんでね、あのなんかねすごい過激なタイトルの動画ね、あの全員全部広告収益なかったっす。もともとゼロなんですけど、まだ1個しかやってないな。まあいいや、あと9個やるのに9年くらいかかんない。嘘ね、7000円正規くらいかかるわ本当に。こいつらね、俺が自分で決めた動画なんてやりたくないもんな。まあね、本当に自由にやっていきます。はいはい、頭のブツブツ見せます。反射で見えるかな。いや本当にね、もうイラつくんすよ本当に。いいよな、なるせばってなるとね、もう YouTube のインの部分になりますよ僕が。いいなーって思ってね、なんでやってること同じなのにあんな好かれんだろうとか思っちゃいますからね。やっぱおかしいんでしょうね、なんかおかしいんでしょうね。まあ俺はね、もう女性受けするようなねネタを作らないと。もう頭きたんで、俺頭きてると嫉妬ですよ。もう嫉妬大好き。嫉妬してるよ、いいなってね。ここにある。はい、お母さんでしたっていうことだね。ね、ちょっと入ってきそうだなって思ったら入ってきて、キーッていうことでね、今怒りを、怒りってことでもないけど、まあね、撮ってる撮ってる撮ってる、うん、ブルルルル、何でしたっけ。いいよなってなるせば、なんで、あ、まあ報道してるからか、積極的にやっていくからか。ということでね、俺はね、あー悔しいと、もう悔しい。ということでね、あのこれからもなんだろうな、女子に受けなさそうな動画を作ってきます。もうね、クソ。でもな、俺が言いたいこと、俺成瀬さんあんま面白いと思わないんだよな。まあ、まあね、飽きちゃうね、すぐこうやって付け足そうとするんですよ自分が言った言葉に。最近の成瀬さん面白くないからな。うん、俺はもうねいいかなって思って、成瀬さんとはなんか世界が狭まっちゃうんじゃないかなとか思っちゃうんで俺は。うん、面白いんですけどね、俺の世界が狭まる気がするんでね。で成瀬さんもね、世界がね狭まっちゃうし、成瀬さんのやりたいこともあるだろうし、それを邪魔しちゃう感じになっちゃうんで、俺はね、なんかまあ二人っていうわけじゃないけどね、本当はさ、成瀬さんのくっついてる小判詰めみたいなやつだから、小判詰めがなんか調子乗ってねーって言い始めてるからね、はたから見たらすごい気持ち悪いんですけど、うん、でもやっぱその成瀬さんになんかついていく気はないなと思ってるんで、カメラマンもやりたくないしね、うん、人の下につきたくないんで、俺は俺でやっていくっていうね、この顔が申しております。本当にね、もうまあまあまあね、今見てる視聴者さんは正しいです。本当に正しいってわけじゃないけど、楽しいよね、楽しいよね。まあね、わかんないですけど、ドキドハハドキ、まあね、これからも、ふざけた動画上げてきます。みんなの時間をね、搾取。皆さんのね、大切な人生のね、何十分、もしくはね、まあ、さっきのはじま革命って動画なんで、1時間17分。もう1時間20分ですよ。もうこれ、搾取の搾取。おいな、ライフ、ライフ、ロー、ということでね、本当にね、搾取されてますよ。皆さん気づいてください。1時間あったら何ができますか。いやー、大抵のことはできますよ。大抵のこと始めれますよ。
うん、まあ、始めるなんてね、0秒でできますからね。いや、お前すごいな。行動力の化身が語っとんなって話ですけど、俺行動力の化身じゃないですけどね。うん、僕はね、めんどくさがりの、化身ですけども、まあ、やっぱりね、悔しいんだと。いろんな同年代のやつらがね、人気になってて、こんな面白い、いやいや、若くて面白いから人気のやつもいてほしいんだけどね。俺は、だって、俺みたいな年齢で、で、若くて面白いやつで人気のやつっていないじゃん。やっぱり。うん。すごいな、なんかこう、ミシュランマンみたいになってんな、首が。ブー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 ってなって。ボワン、ボワン、ボワンってなって。ね、白いタイヤつけもね、黄色タイヤだよ。これ黄色っていうの？黄色、ね。ここは黄色だと思うんだよ。あ、まあ、光で反射して白く見えるけどね。じゃあ、じゃあこれを黄色、これは黄色だと思うんだよ。これを黄色？あ、違う。わかった。ちょっと鏡持ってねえよ。なんで鏡持っててスマホでやってんだよ。やばそうねえよ。なんでそのツッコミ。びっくりしたの。びっくりした。あ、下来ただ。あ、吐きまねあるある。いや、本当に吐いちゃう。吐きまねあるあるに、いや、吐きそうになって。吐きまねあるある3、吐きそうになって涙出る。まあ、ということでね、本当に俺の動画面白いんで、やっぱまずね、僕は常識を壊したいと思って YouTube やってるんでっていうね。てかね、いつの間にか楽しくやってるんでね、まあ、楽しくやってるから、じゃあ楽しくやれいいじゃねえかよって話なんですけど、いやー、人気になってお金が欲しい。まあ、最低でもチャンネル登録者1000人。行かないと話にならないんだよ。お金がもらえないんだよ。いや、そのお金をもらいに来てるわけでもないけど、やっぱ好きなことを仕事にしたいから最低1000人。うん。で、そのチャンネル登録者買うお金をくれ。ダメだな。それ利用規約違反だからな。そう。なんかもう夏フェスのライブに倍飯に行こうかな。勝手に男女上がって。はじまでーすって。みんな見てね、YouTube。あ、何するのお前、この野郎。あ、みたいな。やろうかな。あー、やろうかな。やんないですよ。いや、やれないよ。やれないっていうかね、そこまでしてっていうわけじゃないけどね。だから画期的な売名方法を考えます。やっぱりちょっとね、斬新な売名方法だから、斬新な始まりだから、斬新な売名方法を考えなきゃいけないよね。その直球でやるんじゃなくて、そのね、頭を使ってない、売名方法はダメなんですよね。リプランでやりましたとか、そんななんか愚直、ん、安直、愚直、愚直ってなんだ、愚直、日直かて。痛いよ。お前の手より俺の方が痛いよ。あ、これ机さんですね。机さんの声ですね。さすがにね、ガチョンガチョンガチョンってできない。ガチョンなんだ、正直一途なこと、バカ正直。あー、そういうことね。愚直っていうラーメン屋さんがあるんだ。まあ、バカ正直ってことなの。正直なばかりで臨機応変の行動が取れないこと。あ、でも愚直だね、確かに。臨機応変じゃないもんね。こういう売名だからっていうコメントで売名するから。だからまずコメントからの売名をやめようと。うん、よくある売名が今のそのブームに乗っ取って、乗っ取って、ブーム乗っ取っちゃう。すごい。まあね。まあそれくらいすごい作品だから、まあまあ最近で言ったらすごいなんだ、波は。あれだよね。山口達也さんの波はね、その炎上の件よりちょっと際立っててね。だから一つ前だったらあれだよ。あれれれれ、松井和代さん、もう今もそうだけどさ、松井和代さんだと思うわけよ。だからそれ、あと PPAP とかね、簡単にできてめちゃくちゃドゥワーンって大波。でもね、波に乗るんじゃなくて波を作れって言ってるんですよ。だから俺も作るということでね、解決しました。波に乗るんではなく、俺が波を作っちゃう。いや、それができたら苦労しねえよっていうね、すごいオーソドックスなツッコミが飛んでいきそうですけど、まあね、俺が波を作るんだぞ、うんちブリブリブリザードソードってことでね、うんちブリ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 うんちブリ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 うんちブリ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 カンブリ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 あっムーリあっムーリあっブリ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 カンブリあ、違う、そこブリっていうのね。ブリッコブリッコ味っこ味っこブリ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 ってことでね。ザコ師匠さん、なんだろうな、恥じらいを持ったザコ師匠さんみたいなことしてんな。恥を捨てきれてないザコ師匠さんみたいなことしてるね。
それって一番ダメじゃん。ダメダメじゃん。ってことでね。まあ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 いやまあねさね。あ、ドヒーヒッド、ハーハドヒーヒッっていいよね。ってことでね。波を作るんだ俺が。ってことでね。波作ると。ってことでね。もう波を作るぞ。えいえい。爪汚い。爪汚いよ。うわ。俺が波を作るってことでよろしく。はい、おやすみなさい。あ、顔見えてんのかよ。いやいやいや。石焼き芋。いてててて。うわ、なんだ、髪の毛か。くそ。小刻みに机のあれを揺らす。いや、ただの病気の人じゃねえかよ。ということでね、アザシタディザスター。いや本当はね、動画上げるやつらと一緒に上げようとは思ったんだけど、やっぱ本当喋りたいこと、最近で正直になりたいことがいっぱいありすぎて、ヴィフォフォフにファッフェフィファッフォフェ、あげれませんね。後から、まあ、6月70日とかにあげようと思います。あー、かゆいかゆい。デブ特有のね、ここにね、秘密の隠れ家ができるんですよ、肉と肉の間に。まあ、そこにできものできてるんですけど。え、ではね、そんな面白くないっすね。あ、泣いちゃう、もう泣いちゃう。涙の出る位置の座標をバグってる人でした。アザシタディザスター。いや、ディザスターってなんだ。ということで、検索検索、うんちぶりぶり検索。もううんちぶりぶりっていいよな。ディザスターってなんだ。ディザスター、災害のこと。バンド、バンドと災害って言ってさよなら災害って言ってんだね。あ、いい意味じゃん。バイバイ災害、バイバイ、あれが、あざしたディザスターっていい言葉だね。終わる時にディザスターって言ってることは、災害来ないでくれって言ってるってことでしょ。うん、グッチョバじゃん。宮川さんがね、多分宮川さんがグッチョバって言ってる、よくわかんない CM、 あれ好きなんですよね。俺もこれからもグッチョブのことをグッチョバって言い続けます。お願いします。バッハ。まあね、汚い口の中なんですけども、ヨナにどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。終わりたくないよ。終わりたくない。まあ、終わらないんですけども、終わらない動画作ろう。おおおお、電流が。おやすみなさい。これスマホ見たんですけどね、スマホってやっぱ個人情報が詰まってるんですよ。だから画面に見せるわけにはいかない。だからね、だからスマホはね、いじれないんすよ。スマホいじらず空間をいじる。ビビビ、カチ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 。疲れた枯れた疲れた疲れた枯れた疲れた枯れた枯れた疲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 れた枯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 れた疲れた。ちょっと小休止入れます。あ、じゃあ第9子入れます。7年休みます。て休めるか。おい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 、起きろ、おい起きろ、お前よ起きろ。そうね。
いや、ほんと俺の舌汚いよね。まあそれもね、口が臭い証ですっていうね。そんな証いらない、うん、口臭いいらないんだよな、マジ。口臭売りてえわ。500円くらいで売りてえ。ルレンデンルルン。あ、汚い、あ、汚い。さらけ出しすぎだぞ。はい、頭のブツブツすごいな、ひどそのギャグ。頭のブツブツってもぎ取ればブドウだよ、ブドウだよ。いや、一時あ、間違えた。いてててて、いや、そういうギャグやむ。ういういって、あのペシンって口叩くやつやん、噛んだらうざいよね、あれ、ま、マジで。あれやった瞬間のさ、あ、うんってレースいるじゃん。あん、うんって手首切れろ、ほんとに。あん、うんだって、チェックショーメンって、チェック、チクまで言えた。照明がダメダメダダダメメダメダメダダメメ。うんちブリ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 、うんちうんち、あ、痛い。刺しん坊が、うしん坊か、刺しん坊か、どっちなんだい。ドクターアーラさん、そんなの関係しかない、すべては因果の果てにある。そんなの関係しかない、すべては因果の果てにある。はいはい、全部つながってる。はい、ひょっこりはん、3000年後のひょっこりはんのギャグ。はい、ひょっこりはん、はい、ひょっこりはん、いつもんな歯がない人。あ、がんこちゃん、はい、歯がないです。はい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 、歯がない人です。歯がない人です。歯がない人です。歯、はい、歯がない人のモノマネします。あ、もう捨てた捨てた、あ、捨てた。歯がない人のモノマネします。こんな感じ。はい、ってことでね、アザシとディザスター。私のお墓の前で参りしないでくださいっていうのは嘘で、めちゃくちゃ参りしてください。毎秒参りしてください。あ、参りっていうのはお墓参りのことだから、まあ参ってくれればいいんだよ。お墓参りしてくれれば貯金してやる口座、月金利 5% 振り増やしてあげるから、そこまで、そこまでしてお前は参りをしてほしいんですかって。月、月 5% だよ。年 5% が月 5%。 ウォーレン・バヘッドもびっくりです。いや、なんかウォー、なんかね、大悟さんの放送でウォーレン、あの世界のすごいウォーレン・バフェットさんでも月 20% 資産って言ってたから、月 5% ってすごいよね。単純計算してさ 40% だもんね。痛いな。ふたしつって1個だよ。あら、怒らない怒らない。え、でも何%なんでしょうか。え、でも 40% よりは多いよね。絶対多いよ。うんちブリブリ、うんちブリ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 、うんちうんちブリブリ、うんちブリブリ、うんちブリ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 、うんちブリブリ、うんち。まあ、幼稚なことでね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,79%。え、本当あってっかな、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 あかな、あってっ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 かな、79.5%。 バナナとダンケンのポアンドアラゲドエッドデ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 ッド。痛い痛い。
全体的に痛いんですよ。ああ、保険金7億くれ。くれくれマンデー。くれくれマンデー。くれくれマンデー。くれくれマンデはい、ということでね、今日は皆さん、ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター登録、イエーイこれがしたかっただけ。いや、これもしたくなかった。どれをしたかったか分かれば、ってことね、シャイーってね、寿司三昧してくると思ったら、ね、領主刀で首を仕留めに来た寿司三昧社長で、イエーイって。こう首の根っこ、こうやって手刀でギンってやって首をプチンってやって取っただーってやってくる。首三昧なんつって下汚いな。そのサイド一番横のから二番目横にそのよだれの線がついてた。びっくりしちゃうよね。え、お前ここになんかトレードマークでもあんのかって感じでこう髪をかき上げてこうグッてやってもなんもないってね。うん、光に反射してるだけってちょっとブツブツがあるだけってあるじゃん。このあんまねそういうのね言っちゃったみたいな。雨やるときこうやってやるじゃん。あの動きできないからこのパワーも両手あれやっちゃう。あーらしおよみねのドゥドゥのあれをやっちゃう。両手でもうほぼなんでだろう。はい、おしまいでございました。あーでもなんか特にやりたいことないんですよね。なんでね、いや、美脚みたいに足を披露すな、この野郎。お前は美脚じゃないんだ、そこんとこ自覚しろ。俺だって美脚になりたいんだよ。そうだな。俺も美脚になりたい。俺は美腕になりたい。俺は美腕になりたい。俺美指になりたい。そうだった。美しくなりたくない生き物なんていなかったわ。俺が間違ってた。ごめんって、お前が喋ってるのか、この野郎。そこ、ここ映ってねえだ。はあ、疲れた。はい、腹かゆ、腹かゆ。なんでデブってへそが異常にくせえんだろうな。呪いだよな、もう呪いみたいにくせえんで、へそがやばいよ。びっくりした、呪われてるこのへそは。まあ雷様取ってくれよ。こういう都合のいい時だけ雷様にへそを献上しようとする生命体。いや、くせえのはいらねえから。あ、今の雷神です。いや、雷様って言えよ。雷神です、雷神です、風神です、雷風神です。いや、そこ一緒にすんねん。そこごちゃごちゃにしちゃダメだろ。雷神と風神だろ。雷風神です。あ、もういいよ、もういい、もういい。いや、くせえへそを7系円で売りたい、売りたい。多分世界のなんかすごい裏の組織の資産2系円くらいあるから、その資産全部もらいたい、もらいたい。で、使い切れなくて返したい。それを恵まれない人に渡すふりだけしたい。好感度だけもらってその当人にはお金配らない。だなお前よ、クズにも程があんだろお前よ。おいよ、おいおいおい、呼んだ。はい、ということでね、もうやめようかな。やめようか、やめる、やめないっていうことね。いや、その替え歌のビシッド、この替え歌面白いでしょ、やめないみたいな感じで切る時のやつするってことは相当自信あんだな。あります。いや、スタップ細胞はありますの、スタップ細胞はまで言わなきゃダメなんですよね。ありますだけ、そこだけ切り取った素材を使われても何かよくわからないんで、私は分かったんで、あなたと心が通じてるから。いや、俺そのものだから心通じてるとかじゃないから。はい、ということでね、ね、やばいですね、これはもうね。バイヤーですね。あ、バイヤーさんどこ行っちゃったんだろうね。いや、バイヤーは全国世界各地いっぱいいるよね。固有名詞ん、なんだ、名前の方のバイヤーで、バイヤーって挨拶の人だ。あの人の名前自体は覚えてない。でも、あの人の挨拶は俺が受け継いでいく。と言いつつ、やるのは70年に1回の、1回使い果たしたから70年後に、
お会いしましょう。その時僕は85歳だな。意外に生きてそうだな。だけどお前はデブだから無理だ。おい、決めつけ人よ。おい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 。いや、優しく殴るなよ。あざした、ディザスター、うんちブリブリブリザードソード。はぁ、あ、今日も疲れた。疲れたな。あ、まだ終わってなかった。くそぉ。あ、疲れた。こうやってやるとね、俺のなんか録画してる時の画面のここら辺にね、数字が映るんですよ。今何分撮ったって。それをやりたいがために手をこうやってる。でもみんなには見えない。残念でした。よっほほほほほほ。なんでブルック出てくるんだよ。下手なブルック出すな。モノマネはな、ちゃんと上手くなってからやれよ。いや、誰だよ。俺だよ。めちゃくちゃ面白いな。なんか毒斬りの塊を噴射してる人みたいな笑い方じゃん。いや、毒斬りの噴射みたいな音の笑い方だよね。毒斬りの塊を噴射してるみたいな笑い方はない。でも毒斬りを噴射してるみたいな音の笑い方はある。今あった、いや過去あった、今過去の俺があった。うんちブリブリブリザードソード。いや、そのうんちブリブリブリザードソードでなんか決まったみたいな感じでやるのはダメだよね。卑怯でもないしね。卑怯になるほどそんなすごい一手じゃないから。ほんとやばいよそれは。もうマジやばい、やばばいよー。あー、もうダメだ、時空歪んでるわ。もう70年経っちゃったか。俺は85歳か。バイヤ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 、はい、こいや、バイヤ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 、何歳だ。バイヤ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 。あの、未来の僕のファン数えてくださいね。今のファンでこんな根気強い人はいないから、未来のファン、僕が何歳になったか数えてください。バイヤ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 。倍は数えないでね。倍は倍だからね。バイヤってだけ。いや、今もバイヤって言っちゃった。あ、バイヤって言っちゃった。バイヤ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 。あ、疲れた。はい、おしまい。何歳になったでしょうか。え、バイヤーって一回言うたび70歳ですね。あ、今もバイヤーって言っちゃったっていう、バイヤーって言っちゃったってバイヤーっていう無限連鎖輪廻。はい、ありがとうございました。ぜひぜひ、お金ください。ね、あのお金の振り込み方はないです。小島さん、こんにちはってきた。小島じゃねえよって返さなきゃいけねえの。ふざけんな、そんなふざけんなよお前よ。わ、ようつべっていう28個のタグを、あれ、あ、俺動画公開しちゃったんだ。なんだなんだ、公開してたんだ。はじま革命ゼロ回じゃねえか。なんでそれ、なんでそれ、にゃん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 。改めてどうしたって、改めてどうしたって返しとこう。どうどうせ小島じゃねえよっていうのが欲しいんだろうな。クソ、あ、はじまだよって欲しいのか。え、改めてどうしたっていうね。その俺の名前がはじ、あの小島の世界線に移ったっていうのをね、あの改めてどうしたっていうね。高度な返し方だからな、これは。相手がはじま、はじまだよっていうの欲しいけど、その相手の思惑をおちょんって潰して、あの、え、改めてどうしたって返す。ああ、これで相手は、いや、はじまだよって言えよって言った瞬間、俺の勝ちでございます。ということでね、ジョンヨン、ジョンヨン、ジョンヨン、ジョジョヨンヨン、ジョンヨン、わわわ、ジョン、わわわ、ヨン、わわ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 、うんち、ブリブリブリ、ブリブリブリ、ブリ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 、ブリブリブリ、ブリ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 。ジャケットの袖に腕を通さずに肩に怒りのパイルダーオンをした状態でクラッチバッグ持ってるやつに地獄の弾頭台食らわしたい。じゃ、海軍大将とか中将もダメだね。じゃあ海軍中将とか大将もダメじゃん。海軍大将ダメだな。あ、永遠なのか、うんちブリブリだ。はい、違います、ちゃいますよ。
職場にもいるけど土日じゃないやつイコールクズって認識のやついるよね。で平日休みの人って何の仕事してるのって言って、無職っていうのが欲しいけど看護師です、パイロット、看護師です、いやそれは違う、看護師です、パイロットです、客室乗務員です、 JR に勤めます、警察官です、いやその声のちょっと渋風をやるのはおかしいな。あ、痛い、たどたいといたどたたいたどたいといたどたたいたどたたいたいといたいといたたいたいといたどたどたいたどいたいたいたいといたたいたいといたいといたどどどいたどたどたいたいたといたいたたたどどどたどいとどどいとたどいとどどたどたいと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 いたいとどたたどどた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 どどどたいどいたたたどどどどたた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 どどたいどいどどどいたたたたどどたたどどたた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 チャ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 ジョンヨンワババが大島さんでしたってきた。また懲りずにやるか。あ、大島テルで事故物件探すのは怖いよねって返しとこう。絶対始まって言わねえから。まテルで事故物件探すの楽しいとか出るやつだいたい体の物質の 30%暗黒物質、暗黒物質になった、面白いね。暗黒物質、あのじゃ大島テルで事故物件探すの楽しいとか言ってるやつ、だいたい体の物質の 30% 暗黒物質、これかっこラファエル風にって言う、絶対言わねえよラファエル、こんなことラファエルって言うとね、俺いつもラフィアエル風になっちゃうんですよね。はい、今日もラフィアエル、ここラフィアエル風にってね、何個お前はボケを重ねるんだ、7K、 いや無限不可説伝説伝以下省略、いやそこ省略したら無限不可説、あ始まっちゃった、以下省略でいいから、あもうこういうの気持ち悪すぎるよな、よくよく考えたらさ、大島テレで事故物件探すの楽しいとか言ってるやつ、大体、そんなこいつもムカつくからもうクソみてえな補足コメントいっぱい書いてやろう、じゃなくて「だいたいからだ」「だからね」「補足」ああ喉乾いちゃったよ、うんちブリブリブリザードソード、うんちブリブリブリザードソードっていうのはハマってます。
んこの形したブリザードソードか、ブリザードソードのうんこ、どっちがいい？あれなんだ、うんこの形をブリズしたブリザードソードなのか、ブリザードソードのうんこ、どっちがいい？あの、マジムカつかない、うんこ味のカレーとカレー味のうんこ、どっちがいいって。お前を殴る！ってね、暴力主義者のね、結論でした。いや、暴君かなんで言ったの？ここ曲がってるしな、なんかすごい、すごいやばい、やばめの空間をよくてんだろうな。暴君かって、ここな、ここで書いて、あ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 いて。こいつ臭いのか？なあ。頭かゆい、汗かいちゃった、暴れすぎた、頭かゆいし臭いよ、鼻のここもかゆい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 、かゆい鼻のここも、ロコモコかゆい。よく金も怖いよ、結婚しないとか言われるけど、僕が独身はなくなよと言うと、何言ってんだこいつみたいな顔されるのが納得いかない。お前の人生の否定はしないが、こっちの人生を否定してくんない、自分の人生を肯定するためにお前は損するしてくんない言い方するなよ、マジで。あ、確かにそうだよね、人ってバカだからさ、自分の人生はいいよで、よりよく見せるために人を蹴落とすんだよね。ほんとそれって愚かだよね。お前誰だよって、はじまです。いや、戻んなよ口、お前誰だって、もう一回、はじまですね。まあそういう感じだよね、ちょっと口がここをやってるだけで、それでなんかアクセスポイントっていうか、アクセスポイント、汗臭アクセスポイントになると思うなよって思ってる方もいると思いますが、はじまです。ちょっとここで筋肉疲れてるけど、はじまです。まあそんな感じで、やっぱこれで喋るのいいね、なんか。まあまあまあ、ちょっと出てるだけだろ、戻しちゃって変わんねえだろ。いや、結構変わるんだよ。やっていきましょうか。ちょっと疲れてるんでやめます。テレが無視し、エブリィ起用続行か。人気グループニュースの小山慶一郎のイラストレーターやば。島名隆史、俺の始まのジマと同じなんだけど、やっぱジマがつくやつ大体やばい。音フェチ動画を5秒に凝縮して史上最高にいい音作ってみた、みたいな感じになるのか。やっぱ寿司ラーメンさんはさすがですわ、やっぱ師匠だけある。はい、おい、寄らないでね、これはひょっこりはんですね。みんなもひょっこりはんするときやってみてくださいね。はい、ひょっこりひょっこり、はい、やってみろ。つまんねえな、元バーがつまんなきゃそれ面白くすんの難しいな。うわ、猛獣が来ちゃった、ホワイトタイガーが来ちゃった、狐呼ぶつもりがホワイトタイガー呼んじゃったよ。あのルールルルルル口でってやるじゃん、ここってやるじゃん、うわー、ホワイトタイガー来ちゃった。でも最近の東海オンエアの最近の東海オンエアのサノキサノイノキノンのトノウの今処理中なんでちょっと遅くなってるのカノイノオノンのウのエのあのさあのやめよう。東海オンエアのサブチャンネルでね、もしかして柴優さんが言ったことかもしれない、節子それドロップやない、シャトーブリアンやって、面白かった。え、な、これがなんで面白いかと言いますと面白解説にみたいなそんな時代にそんな貧しいって言ってるのにシャトーブリアンってすごいよね。なんか逆なんだろうな、お金持ちの階級が、お金持ち、もう富豪がもうお金持ちっぽいもの嫌だって言い始めてドロップを食い始めたら、節子がそれドロップやなって、お兄ちゃんがね、お兄ちゃん、あれお兄ちゃんなのかよくわかんない、なんか謎の生命体かもしれないけど、それドロップやな、シャトーブリアンやって、面白いな。なんでシャトーブリアンなんだよ、シャトーブリアンってこれくらいか、これくるくる、あーってこうとしてんのかな、シャトーブリアンだってね、わかるだろそれくらいよって、やらなくてもわかるわって言ってるだろうね、節子。いや、節子そんなんじゃねえよ、節子そんなんじゃねえよ、節子そんなん、痙攣してる人みたいだな。いや、痙攣してる人をバカにするのはやめてくださいね。なんで今こうやって目つぶってるかって、水泳って盲目だけで、すごい日が当たってる、あー光合成地下、いや、お前は溶けるんだよ。
とふざけすぎてなんかね、あの画面録画の画面がピンカンピンカンするんですよ。なんか光の反射でね、ある動きでねピカンって拒絶するんですよ、この画面モニターが俺の動きを。やばすぎるから。ホーロック好きなら話しかけてください、絶対に嫌だっていうねやつですげーって書いてありますけど、バッアイルキーゲッコマジモンの社会的不適合者が高校生の時、これ系の街頭部に勘を受けて金入れてるんだ。これってなんで何億円もかかるかわかる、金の力でドナーの順番待ちに割り込みしてるんだよねってドヤ顔で話したら、その場でビンタされた。いいじゃんビンタ、いいじゃんやっちゃえ日産。はい、やっちゃえ日産ってもうずっと言ってくわ、やっちゃえ日産。ダメだ、命の坂。ライロロライララララライアイララララララライラララララライララライライライラララライララララライララ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 3300円の炊飯器無駄に欲しいな。でもそういう時ありますね、3300円って、炊飯器で3300円っておかしいじゃん。だけどおかしいと分かってるから買うみたいなね、3300円だからみたいなね。まあ3がつく数字ですからね、3と6と58だったよ、6と9に注目して生きてみてください。ドゥルドゥルン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 。あ、今の鼻水がタラーンって落ちた時、もしここで鼻水がタラーンって落ちた時のオノマトペです。オノマトペオノマ、あ、これも5時間、あ、ゴー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 グーゴーってなった瞬間がグーヨーンかもしれないのに、グーゴーって言ってるかもしれないけど、いやもう1時間になっちゃうじゃん。え、最近話す時間長くない？ロング与沢翼系 YouTuber じゃん。与沢翼さんってなんかたまに1時間くらい長いとこ出すじゃん、誰も見ねえのに。いや、お前よりは見るよ。ということでね、脇腹叩いて自分いじめるけどそんなに痛くないけど後で痛くなる。あとね、昨日の金曜日分の腹筋アブローラーやってなかったんでやります、ということでやるんで終わりにします。さすがに終わりにする、1時間超えちゃうとね。いや、その50分超えてる時点でね気持ち悪いですけど、55分56分30秒超えてる時点でね、いや56分35秒超えてる時点で、56分40秒超えてる時点でね、でこれだけ言うトークっていうね、5秒期にこれが言うから言えるの大体3秒の間しか喋れないっていう。はい、ということで、あざしたディザスター何回目だ、はい、数えてみてください。あの未来のファンね、今の俺のファンはそんなに積極的で人いないんでっていうね、ディスっていないでしょ、はっきり言って。俺の動画解説してる人はいない、そんなもの好きやっぱいないのかな、いないんだよな。なんであのこの動画見てる人やってください、義務に近い権利です。ほぼ義務な権利でした。はい、あざした、バイバイね。手がクロスするときこれは平和条約の証。